はい、こんにちは、ウォーキング講師村上壽衛です。こちらの動画では、ホームページで歌っているですね、ウォーキングの効果、9回シリーズとしまして6回目ですね、骨粗鬆症の予防ということで、まあ、骨に関することですね、まあ、歩くことで、まあ、骨が強くなるよって話もあるんですね。でこれを、まあ、どういう理由でですね、歩くことが、まあ、骨折の防止とかですね、骨が強くなる、またこの骨粗鬆症の予防になりますよっていうところを解説する動画になります。まあ、歩くことで骨が強くなるよっていう、その骨自体を、まあ、少し簡単にですね、まあ、解説してみようと思うんですけど、人間の骨っていうのは、まあ、この骨格ですね、体のバランスを取ってくれてるものですね、まあ、土台を作ってくれるものになるんですけど、まあ、1個目がですね、意外と造血機能っていうのがありますね。要は皆さんの体の中の血の巡りとか、その血ですね、血液っていうのは、これ実は骨の中で作ってますよですね、まあ、血を生み出す器官が骨になります。でなので、この一本一本体の中の骨の中で、この赤血球とかですね、白血球っていうものもちゃんと生み出してますよ。なので骨髄バンクとかありますけどね、骨髄、この骨の内側にある空間の中で血液を作っている、造血している機能のところを、まあ、骨髄っていうわけですね。でそこらがやっぱり病気とかになってしまった時に、うまく血液が作れないとやっぱり人間困ってしまいますね。なので、まあ、骨髄バンクとかですね、まあ、移植があるわけですけど、やっぱり骨の機能っていうのはすごく大切になりますよですね。なので骨折っていうのもあるんですけど、まずは骨が人間の命をやっぱ支えてくれています。で次に機能としては、カルシウムの貯蔵っていうのがあります。やっぱり自分の体にカルシウムを取って骨を強くしようってイメージがあると思うんですが、実際この骨っていうものに、体の中に入ってるカルシウムの 99% が貯蔵されてるんですね。なのでもちろんですね、骨を作るって意味でもですね、カルシウムは使われるんですけど、他のパーツとかですね、全身のバランスとか体を整えるって意味でもカルシウムは使うんですよね。でどこで貯蔵しておくのかなっていうと、 99% 骨の中で保ってるんですね。で必要な時に体中に送られるようになってるので、やっぱりこの必要な機能としてカルシウム貯蔵も骨の役割です。でまあこれがいわゆるですね、人体の構造を支えるっていうことで、やっぱり自分の姿勢とかですね、立ってる状態で体のパーツを保つのが、しっかり支えとしてね、この土台になってくれてるのが骨格ですね、骨になりますよ。で内臓保護する、素面にですね、くっついてくれてるのが割と骨だったりします。なので血管を守ってたり内臓を守ってたりするために骨ってついてるので、結構人体の、ね、解剖図見ると、ちゃんと必要なものをこう周りからですね、守るように骨って浮いてあったりするんですね。なので非常にうまくできているのが体。なので人間の骨っていうのは、造血機能がありますよ、カルシウムを貯蔵してくれますよ、人体の構造を支えますよ、そして内臓を保護しますよっていう、まあ、大きく分けるとこの4つがですね、骨の役割かなとなります。で先ほど言ったこの中の骨髄ですね、骨髄っていうのは、まあ、基本的にはですね、血を作ってくれるだけあって、赤っぽいんです、赤いんですね、ドロドロした感じで赤いんですよ。なので赤色骨髄って言われるんですけど、だんだん年齢が重なってくる、加齢するともに、この骨髄の部分がちょっとずつですね、脂肪組織に変わってきてしまうんですよね。で色も赤からだんだん少し黄色っぽく見えるようになってきてしまうんですね。それが、まあ、黄色骨髄って言い方するんですけど、なので人間はまあ生まれてからですね、まあ、寿命に向かう中で少しこう血を作る力も弱くなったりとか、で骨の機能も少し落ちてきますよ。それでですね、今度ですね、この骨の密度になりますね。でいわゆる骨がスカスカでこう折れやすい脆い状態とか、しっかりこう硬い状態って何っていうと、その密度の問題なんですね。で骨のこの骨髄の周りは、まあ、いろんな成分があるわけですけど、まあ、一つこの緻密質っていう部分と、界面質って、この2つで骨ってできてます。なのでその密度が薄くなってきて、この中身がスカスカになってきてる状態が、まあ、骨が脆い状態、それが若くてですね、まあ、しっかりしてる状態が強い状態になります。でじゃあそのスカスカになってしまう状態が骨粗鬆症っていう名前がついてるわけなんですけど、今度こっちですね、結局じゃあ骨を弱い脆いものままにしとかないで、まあ、鍛えてあげることによって、まあ、骨折もしないようなですね、強い体で体の健康状態もよくしましょうって話になるんですが、じゃあどうやったらこの骨が密度が濃い状態ですね、骨を鍛えられるのかなっていうと、まあ、人間の体の骨はですね、毎日こう作業としてやっぱり古くなった骨をですね、その成分を取り壊す、そして新しいものを作るっていうことをやってますね。なのでどん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 骨の中でですね、この骨の成分基質っていうものを作り変えてるんですね。でその循環がうまくいってる人のことが骨が丈夫って話になりますね。なので毎日こう生まれ変わってるのが骨になります。で
このですね、機能を高めておかなきゃいけない。まあ、それが骨を鍛えるってことにつながりますよ。で、まあ、3つですね、ポイントがあります。で、1つ目が、やっぱその骨自体にちょっと少し衝撃を加えてあげないといけないですね。まあ、刺激を与えましょうっていうのが1個ですね。まあ、歩くでもいいし、ジャンプでもいいんですけど、まあ、この骨に衝撃を加えることによって、まあ、何が起きるかなっていうと、運動不足の方っていうのはですね、結局、骨を先ほど言った壊す働きですね。骨がどんどん壊れていくって働きが促進されてしまうんですね。で、その最たる例が、まあ、宇宙って書いてあるんですけど、結局宇宙飛行士とかがですね、無重力の宇宙の空間にいると骨への衝撃とか骨への刺激っていうのがほぼなくなっちゃうわけですよね。体が浮いてる状態になるので、そうすると宇宙飛行士っていうのは地球に帰ってきた時に非常に骨が脆くなってるって言われますね。骨密度が下がってる状態なので、基本的には骨輪を強くするんであれば、体を動かしてあげて重量かかってやっぱ運動させてあげて刺激を入れてあげないと良くないので、まあ歩くぐらいの運動でもいいですから、まあ、歩くとかですね、縄跳びとかジャンプでもいいので、足の裏からこう刺激を入れたりとかですね、体の骨にちゃんと刺激がいくように少し運動してあげることが骨を強くすることになりますよ。で、二つ目がですね、カルシウムを取る。まあこれも誰でも知ってる話ですね。なので、その骨を作る成分ですね、これをきちんと取らないと材料がないものはどんどんなくなるに決まってますから、作れないですよってことで材料をしっかり体に入れましょう。で、3つ目がビタミン D って書いてますね。で、これはビタミン D っていうのは、まあ、カルシウムっていうものを口から取った時に、まあ、体の中で分解されて送った時に、それをちゃんと骨に吸収しやすくするわけですね。なので、吸収しやすい状態にするためには、そこでビタミン D っていうものが役割ありますよ。まあ、いわゆるこの辺はビタミンとかカルシウムですね。いわゆるビタミン、ミネラルとか言われるものになるわけですけど、やっぱりお互いの栄養がですね、ちゃんとこう、協力してですね、体にしっかり定着するんですよね。なので、まあ、カルシウムだけ取ってビタミン全く取らないような生活してると、そのカルシウムがどんどん流れ出てしまいますよっていうことで、ビタミン D で、そのビタミン D の働きを強める、よく体を見るといいよって話ありますけどね、要はそのビタミン D の働き、体の中の働きを少しこう高めてくれるのが、まあ、人間は意外とこう日に浴びることで少しその機能が高まるんですよね。なのでよく外歩くことも骨粗鬆症の予防になるよって言われるわけですね。なので、もう大きく分けると、運動をさせるとか骨に刺激を与えること、その時に体内にちゃんとカルシウムとビタミン D を取ってあげる。で、どうせそのポイントを抑えるんであれば、外に出てちょっと運動した方がいいわけで、まあ、外の散歩とかですね、ウォーキングがいいですよ。じゃあ、その具体的にどんな実験データがあったかっていうと、まあ、アメリカの方ですね、まあ、更年期を過ぎた女性、なんでこれここをテーマにしてるかっていうと、女性の方が骨粗鬆症はなりやすいです。ホルモンバランスで結構骨の作りとかですね、変わってしまうんですよね。なので、まあ、女性の更年期っていうのが終わった時に結構ホルモンバランスが崩れたりですね、体の体調が変わりやすいんですよね。その時に骨って脆くなりやすいので、まあ、男性よりも女性の方が早く、骨が脆くなりやすいです。なので特に気をつけないといけないですね。で、その対象の女性たちに、まあ、週3回ですね、週3回だけ、まあ、1回ごと1時間ずつですかね、まあ、1つ目安なんですが、週3回1時間ずつのウォーキングをしてもらいました。そこの人たちに当然カルシウムとビタミン D っていうものをちゃんと提供して摂取してもらいました。なので先ほど言った、外で、ウォーキング、カルシウム、ビタミン D っていうのをちゃんと満たした状態、この3つのポイントを全部満たした状態で1年間ですね、少し頑張ってもらったわけですね。まあ、その生活習慣に入れてもらいました。そうするとどうなったかなっていうと、その1年後から2年後にかけてまたですね、その全員にこうデータを取った時に、まあ、結果的に骨密度がみんな向上しましたってことで、やっぱりこの3つのことをちゃんと守ってやると、みんな人間の体は骨密度がちゃんとその数字で測ったわけですね。ちょっと上がりましたよ。で、その後、この追跡調査として、まあ、よりウォーキングの効果がわかるんですけど、まあ、その摂取はですね、カルシウムとビタミン D はこう配り続けて、まあ、カルシウムとビタミン D はずっと取ってると。だけど、運動はもうやめちゃったよっていうグループと、まあ、運動もですね、ちゃんとこの3つのことを続けたよっていうグループが分かれてですね、データを取らせてもらったときに、まあ、そのまま1年後ですね、経ったときに、結局ちゃんと3つのことを維持したグループは、さらに骨密度が向上したりとか、ちゃんと安定したんですね。そして、運動をやめてしまったグループっていうのは、これびっくりなんですけど、数字がまた1年前に戻っちゃったってことですね。なので、やっぱりですね、せっかく、こう、運動習慣とかですね、栄養の習慣を変えて、骨密度が強くなってきたなと思っても、まあ、1年ぐらいかけてですね、しっかり数字がはっきり上がるぐらいついたとしても、結局、そこでまたピタッとやめてしまえば、また1年ぐらいかけて同じぐらい期間かける
ことで、また元に戻ってしまったってことですね。なので、また骨が脆い状態に戻ってしまいましたよ。ということで、骨を強くするっていうのは、これ困った大変な話なんですけど、継続して初めて意味があることになります。なので、まあ、1年間頑張ったら骨が強くなったな、じゃあもう一生大丈夫かなっていうと、また1年間頑張ったら、その1年後にはですね、また元に戻っちゃいますよっていうことで、まあ、その時に、カルシウムとビタミンだけ続けたんではダメだったってことなんですね。なので、やっぱ体に運動習慣入れることと、カルシウム、ビタミン D を取ることを、この3つをセットにしてやってあげると、皆さんの骨密度が強くなってですね、まあ、骨折しない体になりますから、ぜひですね、気をつけてポイントとして押さえておいていただけるといいかなと思います。なので、まあ、特にですね、結局、歩き方とかウォーキングの僕の仕事で言うとですね、骨が非常に脆くなっていると、何が困るかなっていうと、まず骨折がしやすいわけですよ。で、まあ、大体運動習慣ない方の方が絶対つまずきやすいんですよ。なので、あと姿勢が悪い方とか歩き方が悪い方ってよくつまずくんですよね。で、つまずいた時に一番やばいのが大腿骨ですね。まあ、よく股関節とかもそういう大腿骨という人間の体の中で一番太い長い骨、体は一番歩くって上で一番必要になってくるその骨を折ってしまう状態ですね。で、大腿骨が折って、まあ、2、3週間ですね、歩けない状態が続くと、もう筋力もですね、足の筋力が一気に落ちるんですよね。なので、結果そのまま寝たきりの生活になってしまったりします。または、まあ、足が本当細くなってしまってですね、やつれてしまって、まあ、歩くっていう能力が非常に下がってしまうんですよね。なので一番最悪なパターンが、骨密度が下がってこの骨粗鬆症って状態になって体の健康状態も少し悪くなってきてさらにつまずいて転んで骨折をして寝たきり状態になってしまいますよっていうことが怖い。その本当にそういう状態になってしまう人がいるので注意しましょうってことが始まってますね。なので、まあ、この骨の強くするポイントがこの3つになりますから気をつけていただけるといいかなと思います。この次のですねシリーズの動画としては、7個目はですね脳のことですね。歩くと脳トレになるって話もよくあるんですけど、まあ、脳の機能と歩くことの関係性を少しですねまた解説する動画を次作ってみたいと思います。はい、では最後まで動画のご視聴ありがとうございました。はい、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。今ウォーキングというテーマで動画を作っています。もしよろしければぜひこちらチャンネル登録応援の方よろしくお願いします。またですねレッスンに興味を持っていただけた方はこちらの方からホームページですねアクセスできますので誰でも気軽にウォーキング教室参加できます。もしよろしければよろしくお願いします。またこの後も動画いっぱい作っていきますのでぜひご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。